久々にやってきました京阪本線で京阪の森正寺駅であります。いや外の雰囲気はですね本当に青々としてるんですが真夏のような感じで日差しを感じると汗がいっぱい出てくるほどなんですね。で今来ているところはこちらの森正寺駅なんですがこちらから先を進むと、旭区役所そして、旭公園区民センターそして旭公園へとつながっていくんですけれども、実はこの旭区もですね8月24日は旭区民祭りが予定されているそうで、まあ、ちょっと今のところは今日時点、8月18日の収録になるんですが、まあ、雨に予報が出ていて、ちょっと心配ですけれども、今回はですねこの、旭区民祭りが近づいてきたということで、こちら森正寺駅からですね旭区役所区民センターを経由して会場となるメイン会場の旭公園までを歩きつつ旭公園を、散策していきたいと思います。まず京阪の森正寺駅から森正寺商店街の、中を進んできます。まあ、かつてはこちらの、狭いですね、道幅がちょっと狭い道路にはなるんですが、こちらからですね新森公園前へ向かうバスマス幹線の33号、あるいはまた今はですね平野区内で走っているんですけれども33号系統が走っていたという時期がありました。ちょうど歩き出して300メートルほどのところで森正寺南公園の方に、見えてきました。実際に今公園の中を入っていきますが、こうやってですね、健康遊具が右側に3つあってでですね、こちらの方には、ウクレレを弾いているお子さんを描いたですね、木がですね、置かれているんですね。そして、手洗い水道、水飲み用ができる水道があって、丸太のような丸い椅子が4つ、そして幼児用のブランコにコンビニユーズ、そして時計の方がですね置かれているということになります。大阪朝日郵便局の姿が見えてきました。そこの手前の大きな交差点ということになります。でこの道からまっすぐ進んで、阪神高速12号森口線の高架下が高架がありますが、そこを、坂道を登っていくと国道1号線に入ってきます。いわゆる、関目方面へと向かう道路、そしてこちらから行くと、関目、1丁目大宮1丁目北へと向かう、道路ですね。国道1号線、京都方面へと向かうということになります。今はまっすぐと進んできましたが、ここが森正寺のバス停になります。この旭区あったかバスはですね、8月3日から、コースが変わって JR 白北公園通り駅近くの駅前の阿賀川1丁目を停車するようになって、時間もですね1時間に1本という、13分とですね、分かりやすい、時刻表にはなったんですが、さすがに時間に1本というのはちょっと辛そうな感じですかね。そしてこの道からは大宮柳通り商店街の中ということになって、大宮交番が近くにあります森正寺のバス停ですね、大阪朝日郵便局前を通っていってこの道を進んでくるということになります。ちょうどね、ドラえもんの、姿が見えましたけれども、ここが大宮1丁目ということになります。そして信号を渡って、向かいに行くと森口方面行きの大宮1丁目のバス停も見えるということですね。京阪森正寺駅から出てこの地点でちょうど600メートルということになります。でもうすぐこの信号を渡るとここからはですね、観光庁が続いていくということになります。まずこちらの建物が旭税務署ということになりますね。旭税務署前を、左に見ながら通っていくことになります。その旭税務署を過ぎるとですね、今度は左手に、文字が見えてきましたが、今日はですね、日曜ということで閉庁になっている、旭区役所の姿を見ることができます。3階建ての建物ですね、この中には旭保健福祉センターも中に入っているということですね。そしてその手前に大阪駅前方面のみ
そして赤川一丁目方面に止まる旭区役所のバス停があります。ああ、さすがに旭あったかバスが通ってきましたが、利用客が非常に多いですね。やっぱりこの暑さの影響もあってからでしょうかね。さあ、こちらが旭区役所ということになります。さらにその左手に、行くと旭消防署の姿も見ることができます。まあ、ここはですね、観光庁のですね、施設が3つ続いているということですね。市営中宮第二住宅の2号館を過ぎてですね、芸術創造館を兼ねた旭区民センターの姿ですね、見えてきました。まあ、この中には旭区民センターは図書館もある施設なんですね。こうやって旭区民センター、旭図書館、芸術創造館、まあ、この中にはレコーディングスタジオもあるというのがすごいですね。こちらが阪神高速12号森口線の高架下にあたる旭区民センター前の交差点ですが、ここに行くとですね、中宮1丁目に入って中宮1公園が広がってくるんですね。まあ、こうやって、まあ、右手の方には、ガソリンスタンドの GS があります。で、左の方には朝日区民センターの図書館、入っているということで、その上が大ホール、そして小ホールに分かれているということです。そしてですね、ちょっと白いっぽいのが見えてきましたね。こちらが噴水に当たります。今ちょっと坂道を上がってますが、そして旭公園の姿が見えてきましたね。ナイター照明の姿見えてきてますが、まあ、こちらからは一旦入りますここから旭図書館の方に入ることができます。で、こうやって噴水がですね、広がっているということですね。そしてその噴水の右側に行くと虹のような歩道、そして自動車専用の橋が見えてきます。そしてこちらが阪神高速12号森口線の高架下を流れる白北川ということですね。その旭公園側のですね、まあ、ちょっとこちらからは、まあ、降りなければ右回って通りなきゃいけないんですが、今通った場所が旭江の橋ということで、昭和51年3月に竣工された道路になります。そしてこの道を進むともう1キロ過ぎていますが、旭公園の姿ですね。今日はなんか大会が行われているようですね。旭公園に近づいてきましたが、まあ、かつてはこちらコンビニがあったんですが、今はコインランドリーと弁当店に変わってきているようですね。そして今日はこの、いよいよ旭公園のグラウンドに入ってきますが、野球大会がですね、試合が行われているようですね。高野の5丁目にある旭公園に到着となりました。まあ、森小路駅からですね、ここまで18分13秒で、距離が 1.31 キロで、1984歩の132キロカロリーの消費ということになりました。で、この奥に行くと中学校が見えているんですけれども、では早速この旭公園ですね、旭区民祭りの会場となる旭公園の方を、まあ、見ていきたいと思います。